眼科専門医の平松です。今日は甲状腺眼症についてお話ししようと思います。甲状腺というのはですね、この首のところにですねついている、まあ、臓器の一種なんですけども、ホルモン出したりするやつなんですね。目関係なさそうだと思うじゃないですか。目関係なさそうと思うかもしれないですけど、甲状腺の病気によってから、まあ、出てくるですね物質がですね、目の玉には筋肉がこう6本ぐらいついてるんですけど、その筋肉にそれが付着していろんな病気を引き起こしちゃうことがあるんです。例えば甲状腺眼症による神経症だと視力下がっちゃうこともあります。で、甲状腺のところによるその目の筋肉に付着物がつくと眼球突出で目が前に出てきてしまうということもあるんですね。あとは眼球運動障害、目の動きが悪くなって物が2つに見えてしまったりとか、そういう、まあ、いわゆる首の病気だと思いきや目にもいろいろ来てしまうんですよ。例えば目が出てしまうってなると、出てしまうというとこう言い方あるで眼球突出っていう表現しますね。だから横から見てこう目が少し前に出やすい状態になってしまうと目が乾いたりとか痛くもなるんですよ。で、見た目もやっぱり患者さんにとっては辛いものなので、例えばそれは手術で治そうとか、あと例えば点滴注射とかっていうのもあるんですけれども、点滴注射って早期のうちにある程度やらなきゃいけないところもありますし、効果は非常に限定的ですよね。手術ってあるんですけども、結構激しい手術なんですよ。周りの骨を折って中に入れるとかいろんな術式あるんですけども、やっぱ手術したくないじゃないですか。やっぱ手術にも危険リスクがあるんでね。となると薬で治せる方がいいよねっていう風になるわけですよ。で、新しい薬できたんです。テプロツムマブっていうお薬ですね。米国でまあ開発されたお薬ですね。具体的にどんなデータが出たかっていうと、83人の患者さんを対象にしてこのお薬を使いました。83人の患者さんを2つに分けたんです。片方は偽物のお薬、片方はテプロツムマブを入れて、どっちにどっちを入れてるかっていうのは患者さんに言わないんです。言うとですね、私このお薬のせいで効いてるのかな、偽物の薬だからどうせ効かないだろうって思っちゃうと、やっぱそれも良くないので、まあそれを黙って、まあ、使うようなっていう研究ですね。ダブルブラインドとかって言い方するんですね。RCT とかいろんな言い方しますけれども。一人の人はちょっと副作用で中止になったんですけども、まあ残ってちゃんと実薬、いわゆるちゃんとした薬使った人の場合は、83% の人が眼球突出、眼球が目に出ているのが2ミリ以上元に戻ってきたっていうデータがあるんです。他の研究もあって 71% の人が戻ってきたっていうデータもある。まあ、7、8割良くなるってことです。これすごくないですか？今現状だと、甲状腺眼症で目突出してる人ってもうほとんど手術をお受けになるっていうケースか我慢するかってなんですよ。で、もし今手術しようかどうかなって迷ってる場合、このお薬が出るかもしんないんで、まあ、すぐには出ないんですけども、まあまあ今後出るかもしんないですけど、だったら手術ちょっと待ってもいいかなってやっぱ考えるわけですよね。なんでかっていうと、その間やっぱ辛いんだったら早く受けるのは悪くないですけれども、お薬で治るっていうのはやっぱりすごくメリット。そうですよね。なので、こういう情報があるってことは頭に入れていただいて、それでもやっぱり手術するべき人もいますし、まあ、様子見る人もいるわけなので、ちょっとそれはよく考えていただいて、甲状腺眼症に対する眼球突出、目の突出に関してはもうお薬がもう開発されてると。で、かつこれで、ね、オーファンドラッグっていうちょっと特殊なタイプのお薬なんで、日本で通りやすいんですよ。これどういうことかっていうとですね、ただ高血圧の薬ってあるじゃないですか。高血圧の薬って普通の薬、一般薬なんですよ。たくさんの人に使うお薬なので、使っていいかどうかの、承認っていうのは結構大変なんです。例えば高血圧の人100人とそうじゃない人100人に対して研究してみるとか、いくつかのプロセスを経てやっとやっと日本で承認される。でもオーファンドラッグっていうのは希少疾患って言って、そんなに多くない患者さんに対する治療薬なんですよ。となると今回の研究って、まあ、40何人っていう、そういう風に分けてましたけど、これ結構大変なんですよ。日本でこれやろうと思ったら、もう1年でいけるかなとか、難しいんじゃないかなっていう、そんな感じなんですよね。日本とかでは、例えばオリンピア眼科とか、あのも有名なところありますけど、それでもそんなに患者さんいるか、いいんだ。まあまあまあ、そういうところもありますけれども、結構大変だと思います。だとなると、どうなるかというと、オーファンドラッグっていうのは、海外のデータとか日本でも少数のデータで、とりあえず通しましょうと。で、日本で使ってみて、使いながらまた、そのデータを見て、このお薬はこのまま保険承認としていいのか、やっぱりやめた方がいいのかっていうのもちょっと考えながらやっていきましょうっていう方法があるんですね。だからオーファンドラッグっていうのは、希少疾患のお薬なんです。結構高くなりやすいっていうところがありますね。有名なんだと、まあ、肺がんのお薬とかだともう何千万円、年間でかかっちゃうとかっていうの有名になったじゃないですか。あんな感じで、ちょっとね、医療費って問題はあるけれども、もしあなたやあなたの家族が甲状腺眼症で眼球突出があって、それに悩まれてるんだったら、ちょっとこういう、
ポジティブな情報はちょっと知っといてほしいんです。もちろんこれはいつ実際日本で使えるようになるかはちょっとまだ未定です、未定ですけれども、インターネットでちょっと検索していただけると今言った情報って少し出てくると思いますので、今後私の方でも日本でちょっと承認されそうだって見込みとか、こうなりましたっていうのがあったらもちろんここで紹介していきますんで、チャンネル登録とかしておいていただけるとまたご紹介しようと思います。今日は甲状腺がん症に対する新しいお薬のご紹介しました。